こんにちは、ゆめいでーす。おっぱい。はい、ということで今回はリクエストの多かった料理動画を撮ってみようと思うんですけど、1週間の下川家の夜ご飯撮ります。ただこれは誰の参考になるとかいうわけではないと思いますので、興味のある方だけね、最後まで見てくださると嬉しいです。ちなみにうちは日本人家族なので、オーストラリアのメルボルンに住んではいますが、食卓は基本日本食です。多分海外に住んでるのに、え、全部日本食じゃんみたいな感じになるかもしれません。はい、1日目の夜ご飯はコロッケです。今回はラックンのリクエストです。さすがに平日にコロッケは作れないので、今日日曜日にやろうと思ったんだけど、結局ラックいなくてミラがかまってちゃんだったので全然準備ができませんでした。で、今じゃがいも茹でて、で中の肉と玉ねぎ炒めたんで、ちょっとこれを冷ましてる間にサラダ作りたいと思います。きゅうりとトマトとアボカドとレンコンのサラダです。めっちゃシンプル。このね、アボカドは昨日初めてプレストンマーケットに行ったんだけど、そこで買ったアボカドです。99セントだった1個。味付けは塩コショウとレモン汁とオリーブオイルとハーブかな。はい、サラダめっちゃ簡単、こんな感じです。あとでレンコンチップス揚げて最後に混ぜます。今回久しぶりにコロッケ作るんですけど、最近ずっと冷凍のコロッケに頼ってばっかりで、そしたらラックンが肉が入ったコロッケが食べたいって言って、今回はお肉大量に入れてます。最近ずっと土日は予定が詰まってばっかりで、家にいる時間ほんとなかったんで、精神的に結構疲れてきちゃって、家のことも全然できないじゃん、外にいると。だからちょっと今日はあえて予定を入れずに家にいようって思ったんだけど、午前中はスーパーで買いまして、午後はミラが昼寝した後はずっとね YouTube の編集して、それでもう日曜日が終わりました。なんか最近やっぱメルボルンめっちゃ寒いからすごい病みやすいっていうのもあるんだけど、精神的にもなんか体力的にもすごい疲れてて、生活にも心にも余裕がなくて、私すぐイライラしちゃうんだよね。だからミラに対してもラックに対してもすぐイライラしてます。良くないんだけど。コロッケこんな感じです。まあまあ美味しそうじゃない。すごい大きめのコロッケにしました。このさ、バット日本の無地で買ったんだけど、揚げ物よくする我が家ではめっちゃ大活躍してます。むしろもう一回り大きいの必要なぐらい愛用してます。事件が起こりました。まさかのお米が炊けていませんでした。最悪、マジで。はあ、お米が炊けていない事件があったので、今から急遽うどんを茹でます。冷凍うどん、うどんがあってよかった。本当にミラのお米はあったんだけど、うちらのお米炊いてると思ってたら炊けてませんでした。残念。こういう時もあるね。ブルドーグ。コロッケいただきたいと思います。いただきます。ひき肉入ってるコロッケって美味しいね。そう、家のこのコロッケのサイズ感でかくしたいいんですよ。うん、美味しいです。はい、はい、すごくいいです。いや、美味しい。今更ですがお米が炊けました。ってことで、今からちょっと焼きおにぎりを作りたいと思います。これ私が最近ハマっててよく作ってるんですけど、海外のお米って日本米でも海外で作られたりするから結構匂いが気になるんですよ、私はね、個人的に。例えば炊いて次の日とか匂いがするの、それが嫌だから、お米炊いた後にあったかいうちにね、半分くらいもう
味をつけて焼きおにぎりにして、で冷凍して保存するみたいなのを最近やってます。朝ごはんにも食べれるし、おやつにも食べれるし、今日みたいに急に お米がないってなった時とかも食べれるから、私は結構おすすめです。じゃーん、焼きおにぎり完成しました。どう？美味しそうでしょ。これをあのラップに包んで冷凍します。ってことで1日目終了です。こんにちは。今日も夜ご飯作っていきます。2日目の夜ご飯はエビグラタンとトマトスープ作ろうと思います。エビグラタンは冷凍のエビを使うんですけど、うちはいつもコールスでこの冷凍エビ買ってます。これたまにコールスで半額セールになる時があるので、絶対に半額の時に買ってます。ってことで作っていきます。いくよ、入れるよ。熱いからね。熱いよ。いくよ。いらっしゃい。3日目です。今日作っていくのはひじきの炊き込みご飯と味噌汁と鶏ハムサラダと春雨サラダ。今からいろいろ具材切ってきます。今日はカオリンがミラを連れて公園にね、今遊びに行ってくれてます。なのでその間に夜ご飯作ります。カオリンは週1回とか多くて2回、カオリンのバイトがない日にうちに来てミラと遊んでくれたり面倒見てくれたりしてます。本当にめちゃくちゃ助かってます。週1回でも夕方ね、カオリンがミラを外に出してくれるだけで本当私も家事が進むし、自分一人の時間も取れるし、私たちの今の生活にカオリンなしでは本当に考えられないぐらいです。いつもこうやってお世話になってるんで、まあ、私はね、カオリンが来るときは少しでも美味しいものを食べさせたいと思って料理してます。今日まだ火曜日なのにもう金曜日ぐらいの疲労感がある。体中が痛い。で、春雨サラダはうちはこの春雨を使ってます。これ 50g ずつ小分けになってるんですけど、すごい使いやすい。なんか春雨って一気に全部やったらすごい大量になっちゃうじゃん。はい、今日の夜ご飯です。今日は何ですか？今日は、はい、まずはひじきの炊き込みご飯。こちらのひじきは私の地元神奈川の神奈川ブランドのひじきです。なるほど。お母さんが日本から送ってくれたやつです。あ、そうなんだ。はい、こっちのやつだ。はい、地元のひじき。あとはお味噌汁は豆腐とえのきのお味噌汁。だしは日本でもらった美味しいだしです。あとは春雨サラダ。美味しそう。今回は柚子風味のごまを入れてみたの。これなんだけどめっちゃ香りがいい。で、結構柚子の味する、思ったより。ミラも食べてください。おお、えらい。そう、だからいつもとはちょっと違った春雨サラダになってます。いいね。で、あとこれは鶏ハム、前にもあの鶏ハムの作り方を動画で出したんですけど、その鶏ハムとキュウリに食べるラー油、そう、食べるラー油を混ぜただけの簡単レシピで美味しい。へー、やばい、美味しそう。いただきます。全然辛くないよね。間違いないの。うん、これは
居酒屋に出てきてほしいの。あおつまみ、うんうん、ビールあげるから。鶏ハム美味しい。それも美味しい。鶏ハム上手やね。鶏ハムなんてだって私ゆめちんの作ってるやつ以外食べたことないもん。そうそんなに簡単に作れると思わなかった。あほんとだ。ゆずの香りすごいよね。うん、結構入れちゃった私。すごい。じゃあいただきます。もうこっからすごい。ゆずが美味しい。さっぱりって感じ。合う。うん、このちょっと厚めに切られた卵もめっちゃ嬉しい。あ、そう、うん、もっと薄めが良かったかなと思ったんだけど、うん、もう噛み応えっていうか食べてるって感じがするから。うん、美味しいね。美味しいよね、このごま、うん、めっちゃアクセントになってる。そう、思った私もそれ。イメチンのポイントは必ずなんか、うん、こういうごまとかもねかけてくれる。トッピング。なんか気を抜かないよね、ゆめちんの料理は。そう。必ずこうやって海苔とかかけたり、何かかけたりしてくれるから、うん、抜かりない。うん。ひじき。ひじきなんて食べないもんね。こんな長いひじきなんて合うんだね。おいしい。なんか健康に良さそうだよね。ちょうどいい。いつも食レポありがとうございます。いつも美味しいご飯もありがとう。こちらこそ。すみません、みんなには食べれないし。いつも私だけいっぱい食べちゃって、ゆめちんの美味しい日本食を。4日目の夜ご飯紹介します。今日は料理してません。ほぼ昨日の残り物です。まず昨日の残りですね。ひじきの炊き込みご飯とお味噌汁。と春雨サラダ。春雨サラダ昨日大量に作ったはずなんだけど、美味しくてみんながいっぱい食べたので、もうこれで終わりです。あとは冷凍の唐揚げオーブンで温めました。で一緒に食べるのがこちら、韓国のチキンムって言って、韓国のフライドチキンを食べるときに食べる大根の酢漬けみたいなやつ。これ私めっちゃ好きで、お酢と砂糖で作るんだけど、唐揚げ今日食べるんで、これも一緒に作ったやつ食べます。私ね、チキンムをおつまみにしてお酒を飲むのもめっちゃ好きです。ってことで、いただきまーす。なんか炊き込みご飯とか、スープ系とかもそうだけど、カレーみたいに2日目の方が味が落ち着いてて美味しい。今日は、ミラは夜ご飯の時間まで待てずに先に食べました。ウィートビックス食べたいって言って、朝ごはんみたいな夜ご飯を食べてました。今日は午後図書館まで行ってたくさん遊んだので、今はテレビタイムで私は一人でゆっくりご飯を食べてます。ラックンは平日9時とか10時ぐらいに帰ってくるので、平日は基本ミラと2人でご飯食べてます。唐揚げ美味しいですか？皆さんこんにちは。5日目の夜ご飯は鍋を作ります。今日はミラがデイケアに行ってるので、デイケアに行ってる間に作りたいと思います。やっぱり最近寒いんで鍋うちも多いんですけど、いつもは適当にまあ出汁取ったり出汁作ったりするんですけどね、今日はこちらを使います。じゃーん、ダイショウの地鶏だし塩鍋スープです。これね、この前市場ジャンクションっていう日本食のスーパーに行った時にゲットしました。普段こういうのあんまり使わないんだけど、これ美味しそうだから買ってみました。日本はこういう鍋のだしスープがたくさん種類あっていいよね。これすごい食べるの楽しみです。まず野菜切って、今日ねお肉が鶏の胸肉しかないので、これをちょっとミンチにして肉団子を作りたいと思います。
開けてもあはい、いただきます。ミラ、いただきます。鍋できました。こんな感じ、美味しそう。ミラもやっていただきますって。はい、上手だね。ミラ熱いよ、気をつけて。ミラも豆腐食べな、うん、じゃあ鍋いただきます。うん、これスープ美味しいね。やっぱ市販だからすごいしっかり味ついてる。これ私が作った肉団子。うん、肉団子美味しい。うん、やっぱ冬は鍋だね。最近私鍋の良さにやっと気づき始めました。今更ですけど、特にこの海外生活でね、野菜もたくさん取れるし、冬はねめっちゃ温まるし。楽だし、いいことばっかりだよね。今年は多分例年に比べてめっちゃ鍋作ってます。皆様今更なんですけど、私編集しててね、途中で気づいた。1週間ってめちゃくちゃ長い、動画の尺がめちゃくちゃ長くなっちゃうので、ちょっとこの5日目で終わりにしようかなって思ってます。私が多分喋りすぎたせいで1個ずつがちょっと長くなっちゃって、今回は申し訳ないですが今日で終わりたいと思います。少し長くなってしまったと思うんですけど、最後まで見てくださった皆さん本当にありがとうございました。皆さんぜひいいねボタンとコメントも残していただけると嬉しいです。ということで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。